京都立花高等学校吹奏楽部参加できないパレードその1、日本の桜の開花時期、首都圏は例年3月下旬から4月中旬に集中します。桜が一番美しい時期でもありますが、世界中からの旅行者、私もここに桜を見に来ました。日本でも様々なお花見イベントが開催されています。京都でも毎年パレードが開催されます。京都各地の学生バンドを招待してイベントに参加、京都立花高等学校吹奏楽部フィナーレになることも多い。京都桜祭り最大の注目パフォーマンスを形成。ただしパレード中に雨が降ったら学生の安全を考慮しパレードは中止とさせていただきます。特に京都立花高校吹奏楽部、マーチングしながら踊ったり遊んだりするユニークな方法、衝撃的で美しいダンスステップ、濡れた路面でジャンプする、非常に転倒しやすい、まるで2024年の桜パレードの日のように、天気は不安定で雨が激しく降ったり止んだりすることもあります。雨が止んだイベント中にはいくつかのバンドも参加しました。楽器用のレインコートを着てパレードを続けます。当時の京都立花高校吹奏楽部の投稿によると、主催者は大型の雨よけも特別に設置した。パレードに参加する学生は雨宿りして練習しましょう。しかし雨はどんどん強くなっていきました。主催者は生徒の安全を考慮し一時的なキャンセル。京都立花高等学校吹奏楽部です。参加できないパレード、来年2025年の桜パレード、京都立花高等学校吹奏楽部参加できなくなる可能性があります。なぜ？引き続きロックしてください。京都立花高等学校吹奏楽部参加できないパレード、その2。